どうも、皆さん、こんにちは。チャックバサです。本日はですね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードのホテルオファーがですね、久しぶりにやってまいりましたので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、今回ね、アメリカンエクスプレスのオファーということで、私が来たのは、このアメックスビジネスゴールドカードとヒルトンアメックスということで、この2枚のカードでですね、今回ね、ホテルオファーが来ておりまして、ヒルトンの方はヒルトンだけのね、ホテルオファーが来ておりまして、アメックスビジネスゴールドの方はヒルトンプラス、あとね、IHE とかアコホテルとかね、結構いろんなホテルオファーがね、来ているっていう風になりますんで、このね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードはね、まあ年会費は、まあ基本的には少しね、高いわけなんですけども、こういったね、ホテルオファーが来るということで、まあ結構ね、ホテル好きな方にね、おすすめさせていただいているわけなんですけども、今回ですね、こちらについてですね、解説やっていきたいな、なんていうふうに思いますので、気になる方、ぜひね、最後までご覧いただければな、と思います。それではですね、詳細ね、いきたいと思います。まずね、ヒルトンアメックスですね。こちらはヒルトンホテルのね、オファーっていう風になりまして、期間が2023年の5月の9日から2023年7月23日ということで、特典がですね、国内ホテルの利用で4万円利用で8000円キャッシュバック、先着2万5000名っていった形になります。で、今回のね、ホテルオファーの注意事項なんですけども、まあ、今までですね、このヒルトンアメックスのね、来てる、このヒルトンホテルのホテルオファーっていうのは、いろんなホテルを利用していただいて、合計金額でね、キャッシュバック受けられることもあったんですよね。ですけども、今回のキャンペーンに関しては、一つのホテルで複数回利用はね、OK なんですけども、複数のホテルの利用の合算っていうのは、今回対象外っていう風になりますんで、いろんなホテル利用してって4万円超えたら8000円キャッシュバックっていった形で利用することができないっていう風になりますんで、一つのホテルならね、OK なんですけども、この点はね、注意していただければなと思います。またね、このアメックスのホテルオファーっていうのは、フロントデスクでね、決済するものが対象っていう風になりますんで、フロントデスクでね、決済していただいたレストラン利用分とかもね、こちら対象にはなるわけなんですけども、事前決済プランとかありますよね。こういったものはね、対象外になりますんで、こちらね、注意してください。またね、まあ、クイックペイね、ホテルで使えることってほとんどないと思うんですけども、物理カード決済がね、対象っていう風になりますんで、これでもね、注意していただければなと思います。で、予約についてはですね、ヒルトンの公式サイトとカスタマーセンターがね、対象っていう風になりますんで、外部サイトはね、対象外になります。で、HPCJ に関してなんですけども、まあ、こちらね、私が以前利用した感じだと、HPCJ でね、利用していただいた分も対象になりましたので、まあ、こちらね、大丈夫だと思うんですけども、まあ、めちゃくちゃ心配だっていう方は、まあ、デスクね、確認していただくのもね、まあ、いいのではないのかなと思います。で、対象ホテルですね、こちらも注意していただきたいなと思うんですけども、軽井沢の丘陵コレクション、六郷と宮古島、横浜とかね、こちらは入っておりませんので、まあ、宮古島と横浜に関してはね、まだ開業してないので、まあ、もしかしたらこちら入ってくるかもしれないですけども、まあ、現時点ではね、入っておりませんので、この点もね、注意していただければなと思います。まあ、ヒルトンのキャンペーンに関してはね、本当に毎回のオファーによってね、この条件がちょっと異なっておりますんで、今回のキャンペーンに関しては、いろんなホテルで合算できない点はね、本当に注意していただければなと思います。それでは次にですね、アメックスビジネスゴールドの方にね、来たホテルオファーですね。こちらまあ私はね、アメックスビジネスゴールドに来ましたけども、このね、ホテルオファーっていうのは基本的に、まあデルタアメックスとかね、ANA アメックスとか、あとスカイトラベラーとか。まあ、ここら辺のカードにも、ね、多分来てると思いますんで、もしね、保有されている方はね、ぜひチェックし、オファーね、チェックしていただければなと思うんですけども、アメックスビジネスゴールの方は、アコーホテル、ハイアット、フォーシーズンズ、ウィンダム、札幌、あと、IHG とヒルトンが来ているっていう風になります。で、まずね、アコーホテルからですね、何気にね、このアコーホテルね、使用されている方ね、いらっしゃるみたいなんで、まあ、これね、めちゃくちゃいいですよね。で、期間が2023年の9月の30日までということで、特典は2万5000円の利用で5000円のキャッシュバックで先着3万名。対象は国内対象ホテルのみということで、こちらね、複数利用も OK っていった形になります。で、対象ホテルなんですけども、こちらっていう風になっておりますんで、まあ、私はね、アコーホテルっていうのは、プルマン東京多摩地ね、こちらハフで利用することができるんですよね。またね、ラウンジアクセスとかもね、つけるのが、ハフで利用できたので、一回ね、利用させていただいたんですけども、ここね、めちゃくちゃ良かったんですよね。駅からもね、すごい近いホテルで、
またね、駅から近いということで、客室からね、電車とかもね、見ることができますんで、うちの息子はね、めちゃくちゃ興奮してたんで、本当に良かったんですよね。またね、カクテルタイムとかもね、利用させていただいたんですけども、利用してる人全然いなくて、私が行った時ね、土曜だったんですけども、3人ぐらいしか利用してなかったんで、このぐらいだとね、本当にゆっくり利用できますよね。またね、このラウンジ自体もね、ずっとお酒飲めたりもしたんで、このプルマン東京多摩茶ですね、もし気になる方はぜひね、ラウンジアクセス付きで利用ね、してみていただければな、なんていうふうに思うんですけども、ここはね、本当にね、良かったですね。で、次にハイアットですね。こちら期間が9月の30日まで、特典が4万円利用していただくと8000円キャッシュバックで、先着が1万5000名っていった形になります。で、こちらの対象ホテルはですね、日本、オーストラリア、ニュージーランド、香港のホテルが対象っていう風になります。で、対象ホテルね、結構数がありますんで、こちらもね、概要欄に載せておきますんで、気になる方はですね、ぜひね、チェックしてください。ハイアットに関してはですね、私ね、アメリカのね、ビルウッドっていうね、キャンペーンに参加して、20泊すればね、グローバリストになれるんですよね。ですね、ちょっとね、今考えてるんですけども、ちょっとね、もうちょっとキャッシュバック金額がね、あればね、考えたいんですけども、4万円で8000だとね、っていうところですよね。はい。まあ、そういった感じになりますんで、まあ、ちょっとね、このハイアット州はね、ちょっと検討してるんですけども、まだね、ちょっと決まってない感じですね。次に、フォーシーズンズホテルですね。こちら期間が9月の30日まで。特典は、3万円利用していくと6000キャッシュバック、先着2万名までっていう風になります。で、対象ホテルがですね、日本、オーストラリア、香港のホテルが対象っていった形になります。こちらもですね、概要欄に載せておきますんで、対象ホテルの詳細ね、こちらで確認してください。で、次ね、ウィンダム札幌ですね。こちら札幌大通りのみっていう風になりまして、期間がね、9月の30日まで、特典が4万円利用していただくと1万円のキャッシュバックで先着2万名までっていった形になります。対象ホテルね、札幌大通りのこのウィンダムのみっていう風になりますんで、この点はね、注意してください。で、次に IHG ですね。期間が9月の30日まで、特典が3万5000利用していただくと7000キャッシュバック、先着2万5000名までっていう風になります。対象ホテルは国内の IHG ホテルのみっていう風になりますんで、こちらもね、概要欄に対象ホテルね、載せておきますんで、利用される予定のある方はですね、こちらね、ぜひチェックしていただければなと思います。ということで、今回ですね、アメックスのね、ホテルオファーということで、久しぶりに来ましたよね。で、どのね、キャッシュバックキャンペーンも、フロントデスクがね、決済対象っていう風になっておりますんで、事前決済プランがね、基本的に安くなってると思うんですけども、こちらね、事前決済プランはね、対象外っていう風になりますんで、こちらね、本当に注意ね、していただければなと思います。またね、今回のホテルオファーに関しては、すべてね、先着何名っていうのがね、決まっておりますので、ぜひね、エントリーね、早めにしといていただければなっていうふうに思いますのと、今回ね、ヒルトンホテルのホテルオファーね、来ておりますよね。で、利用金額がね、ちょっと足りないっていう方で、HPCJ のね、更新が迫ってる方はですね、ヒルトンホテルっていうのはですね、フロントデスクでも、この HPCJ の更新ってできるんですよね。ですので、もしね、利用金額足りないなみたいなところで、HPCJ のね、更新、もうすぐね、利用あるっていう方はですね、ホテルデスクでね、こちら利用していただくと、利用金額ね、上積みできるっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。これでね、4万円超えていただければですね、8000キャッシュバックね、いただけるっていう風になりますんでね、この点もぜひね、覚えておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。